リターンンののポジションと構え方ははいこんにちはデインスライズのかわいです今回はリターンのポジションと構え方についてお話をしていきたいと思います。やはりこのリターンですね、えーまあ、ちょっとストロークとは違う部分っていうのが大きくあります。 ただそれをやっぱりどうしても、ね、ストロークと同じ延長上で考えている方というのが多くいらっしゃるので、どこが違うか、それとそのポジション構え方っていう点でどうすればいいのかっていうところをちょっと深掘りをしていってお話をしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、まずはですね、サーブコースの両端センターに立つ。 この両端というのはまあ当然サービスがセンターとワイドと来るわけですね両端というのはね。でそれの要は二等分線上に立ち位置を作る。 ということですねまあ、こ,こはまあ基本的なことになりますけれどもやはりどっちかに寄り過ぎてしまってたり、えー、どっちかがもう空いちゃってる状態っていうのがどうしてもねそこを狙わわれやすすくなるわけですねただまあその基準としてはそのセンターに立つっていうことがベースになるんですけどもそこから例えばフォアハンドが得意であれば半歩。 開けるとかねフォアハンドの方を開けて待つとかっていうことが出てくるようになると思いますなのでここ基準をまずその両端がどういうところが両端でそのセンターがどこかっていうところをしっかりとちょっと把握していくことが必要になってきますんで必ずそこのイメージですね 両端のイメージというのをしっかりと意識してそのセンターに立つということをちょっと意識をしながら構えていくようにしましょうはい2つ目ですねサーーブのスピードに合わせて前後をするということですねこれはあ今1番目で言ったその両側のセンターに立つということがまず一つ。それと立つ 前後ですね。ここをやはり決める必要が出てきます。で、やはり相手のサーブがどれぐらい速いのかっていうことで、ここは変わってくるわけです。で、やはりちょっと皆さんがよくあるのはただなんとなくこうね。ベースラインぐらいに立ってしまって、速いボールに反応ができないっていう場面や。相手のサーブがそんなに速くなくて、こうつんのめってしまって。 打てないっていとうことがよく見るんですねやはりその相手のサーブをしっかりとどれぐらい速いのかどれぐらいまあ来ないのかっていうことを予測まあ当然やりながらも分かっていますし予測をしながら早ければやっぱり下がるということ。要は自分が反応する時間ができなければ元もともこもないわけですよね。なのでそれだけ 反応して打てる時間を作るそうするためには下がるということ逆に相手のサーブがそんなに速くなければ少し前に入ってですね自分が攻撃をする場面を多くしてあげるということですね要は待ってても結局ね後ろになればなるほど攻撃しづらいわけですなのでゆっくりであればやっぱり前に行くということをちょっと意識しながら最初から ここに立ってても全然構わわないわけですよね特にダブルスなんかはやはり相手が前に出てくるパターンの人にはどんどんこうね前で時間を取らせないっていうことをちょっと考えた方がいいのであんまり後ろになりすぎない方がいいと思いますからそこのやっぱり前後ですねここをしっかりとちょっと意識してポジションを取るということを練習してみましょう。はい、3つ目ですね、えー 打つか向かかかって打打つつを決めるということですねちょっとこれどういうことかというとやはりそのリターンの位置にも関係してくるんですけれどもある程度余裕を要は自分のサーブへの余裕を作ってそこから向かっていく要は自分が前に入っていってリターンをするというパターン要は例えば少し後ろにいて。 前に、ね、入っていきながら打ちに行くというパターンなのかそれともただ、ね、ある程度少し、ね、横に入っていってボールを呼び込んで打つというパターンなのかというのがリターンではあるわけですね。でまあ向かっていくということはある程度自分の体を前に行くことで。 ボールを飛ばしやすくなるわけですただそれだけ自分があーどうしても向かっていく中で自分の時間も少なくなるしタイミングも取りづらくなるわけですね逆に、えー、待って打つ場合にはボールを向かってくるのに対して待てるのでコースを打ち分けやすくなるわけですねなので、えー、そこが メリットデメリットになるんですけどもあ待ってると一つはまあ攻撃しづらくなるっていうのがま、ね、デメリットにはなるんですけども、えー、逆に言えばコースをより狙いいやすすくなるととうことですただ相手に対しては待ってればそれだけ時間を与えることにもなりますからそれをどっちがいいかっていうことですね要は自分のメリットとデメリットを比較してみて要は待った方がいいのか向かってって打つ方がいいのかっていうのをチョイスするわけですね。 まあ当然試合の中で変化するっていうこともあるんですけれどもできるだけ最初の時に相手のサーブに対してどういうふうにリターンをするかということをちょっと意識して打っていくということを練習の中でやっていきましょうはいでは実際打っていきたいと思いますまず最初にですねやはりサーブのコースの両端のセンターですねだいたいた 相手がダブルスの位置のサービスの位置であればこのセンター大体いいここら辺ですねあそこからセンターに打ってきて当然ここまで曲がるってことはよっぽどスライスで打ってくればありますけどもちょっと中に入ってくるわけですね。で向こう側サイドであればよりちょっとここら辺まで来る。 わけですなのでこの両端自分が立ってる場所は来るであろう位置ねこの間っていうことですね。この、ね、コースの真ん中要は均等。 二等分線の均等な位置に自分が立つというイメージです。でよりやはりそのちょっとフォアが得意であればちょっと開けたりとか逆にはバックが得意であればこっちを開けたりとかっていうことをちょっと意識して立ち位置を決めていくということになりますね。 というようにやはりその自分の立ち位置をしっかりとまず決めるっていうことを大前提にしてみてください。でやはりその相手のサーブの特性によってちょっと右左っていうのもあるし自分の得意な方っていうのをちょっと開けて待つっていうことも言えるのでできるだけそこをちょっと意識しながら立ち位置を決めていきましょう。はい。 でもう一つはサーービススのやはりスピードですね相手のサービスのスピードがどれだけかによってその前後のの位置といいうのをちょっと意識して見てくださいどうしてもいつも同じ位置に立つ方が多いんですけれども相手のサーブが速ければやっぱり下がるね例えばいつもだったらベースラインで立ってるでもこれだと時間がないと要は あの反応してちゃんと返せないっていう場面であればやはり1歩,2歩下がるだけでかなり違うわけでですねできるだけその2歩下がれば当然2歩、まあ、大きく打つ必要はあるんですけれども自分的に自分、えー、っと時間を2歩作れるわけです2歩分ね。でこれちょっとしか差はないと思われるんですけども。 結構自分の中では全然相手のスピードも当然離れれば離れるほど時間がねあの落ちてきますスピードが落ちてくるので時間が作れるんですねなのでちょっと下がるっていうのも一つ選択肢として入れてみてください。速い,いなと思ったらベースラインよりもちょっとしっかり下がって、ね、時間を作る。 そそうするとそれだけ、ね、少し待つ時間が作れればそれだけ、ね、自分の方に呼び込んで打つことができるのでそれをちょっと狙うっていういこ,、ね、これが今の位置じゃなく前だったら要は差し込まれちゃうわけですよ。だからなるべくその位置をちょっと同じように。 っていうふうに、ちょっとこう慌てる感じになりやすいわけですよね。だからなるべくその少し待って。触れる位置を、ちょっと探るっていうことを意識してみましょう。これが。前、要は、う、ゆっくり、相手の球がゆっくりであれば、もう最初から、例えば一歩。前に入る、一歩、二歩前に入るっていうのも一つ、なので。 それを、ね、狙うっていうこといこも例えば相手がセカンドサーブの時なんかはやはり前に入る前後の中でも前にちょっと入ってプレッシャーをかけるっていうことを意識してみてください。 っていうふうに前であっても待つっていうことが相手のスピードが遅ければできるわけですよね。だからなるべくそこの前後をしっかりと意識して、えー、ね相手のサーブの速さに合わせて前後をちょっと意識しながら動いてみる。そして相手にプレッシャーをかけるねっていうことを意識しながら練習しましょう。 はい、もう一つは、まあ、最初からの立ち位置の前後もありますけれども打つ時に待つのかそれとも向かっていくのかっていうこともちょっと意識しながらやってみてください。なので待つって決めたらよりしっかり振るっていうことですね。待つって決めたら振るっていうことが重要になるわけですよね。なるべく一拍しっかり作って。 リターンでも振るっていうことをして相手のサーブに対してしっかり当たりを出していくっていうことがまず一つ目ですね。でもう一つは。 向かって打つっていうことですねこの向かって打つっていうのは、えー、どっちかというと相手の返す時間を奪っていくっていうことなんでできるだけその自分から入っていくことですね。自分がこう入っていきながら打つことによって。 パワーを出しやすくなるんですね。 という,ふうにちょっと向かっていきながら要は振り切るというよりは合わせにいくというリズムになりますからそのちょっと内訳ですねどっちが自分がよりうまく打てるかっていう部分と相手がどっちが嫌がるかっていうところをちょっと加味しながら決めていくということを意識してリターンを打っていきましょう。 はい、今回の動画はいかがだったでしょうかコメントはすべて見させていただいております高評価やコメントをたくさんいただけると嬉しいですこのチャンネルは一般テニスプレイヤーの方がテニス上達だけではなくテニスの様々な価値ある情報を発信をしていっています見逃さないようにチャンネル登録をしてください現在4万8000人の方に登録をしていただいておりますチャンネル登録をしていただいた後にベルマークを押していただくと最新の通知が来るようになります 他にもいろいろな動画を公開しておりますのでぜひいろいろとご覧くださいまたテニス上達のためのメールマガジンも発行しております画面下概要欄にですねそのメールマガの登録フォームがありますのでこちらから登録をぜひお願いしますまた FacebookTwitterInstagram など SNS で情報も発信していますのでぜひチェックしてみてくださいこれからも様々な情報を発信していきますのでよろしくお願いします